大事なのはね、挫折しないことじゃなくて、挫折をたくさんできることが大事なんですよ。まだその時ではないって思ったら、今がその時っていう風に言い換えた方がいいですよ。はい。人生にとってベストタイミングってのはいつも今ですから。はい。お金が稼げるかどうかとか、お金に対する考え方って、生まれた時とか子供の頃からの、まあ、生まれてから、まあ、大人になってくまでの間の教育だったりとか、家庭環境とか、大人とか、周りの人間とか、そういうものにかなり左右されるってことが分かってるんですね。で、このマネースクリプトが変な方向に行っちゃってると、お金持ちになりづらい。あとは、特定のマネースクリプトを持ってる人はお金持ちになりやすいとか。動いちゃいましたね。ここね、布団の中にね、最近入るんですけども、今ね、修学旅行状態になってるんですけど、この部屋が、はい。布団が3つ並んでるというね、はい、状態になってるんですが、はい。まあ、じゃあそんな感じでやっていこうかなと思います。はい。で、このマネースクリプトってのは何かっていうと、いろんな研究で結構明らかになってまして、例えば有名な人はブラッド・クロンツさんっていう、クランツさんっていう人がすごい有名なんですけど、日本でもね、テッド・クランツとデビッド・クランツって、そう、テッド・クランツと、ブラッド・クランツ博士って二人が結構有名で、すごい良い本出てたんですけど、これがね、今ね、絶版になってまして、アマゾンにもないんですよ。ぐらい絶版なんで、もう、その研究とか見るしかなくて、で、今日その絶版の本を進めなきゃいけないんで、彼らの研究をベースにしまして、とか文献をベースにしまして、まあ、英語版のやつとかをベースにしまして、それで皆さんにですね、マネースクリプトっていうものを紹介するという内容になってます。で、このブラッド・クランツ博士、たちの研究でもですね、まあ、非常にもう、何度も明らかになっているんですが、このマネースクリプトっていうのは、実は僕らの収入、年収とかを大きく左右する力を持つということが、先行研究で分かってます。つまり、お金に対する考え方で、僕らの収入って結構決まってくるんですよ。だから、お金に対する考え方ってのをちゃんと、なんだろう、正常化しておかないと何起きるかっていうと、無駄にね、例えば買い物とか、今日話しますけど、買い物で、失敗したりとか、あと変な投資に引っかかっちゃったりだとか、あとは、まあ、それこそ、仕事をね、選んだりとか、人生の決定をするときに、やっぱお金の、に対する考え方がおかしいせいで、損をする、みたいな状況が起きてきちゃうんですよ。でこれ、まあ当たり前なんですけど、やっぱり頑張って稼げる人と、頑張っても稼げない人っているじゃないですか。で、この違いは何なのっていうと、このマネースクリプトがおかしい人ってのは結構稼げてないんですよ。自分からチャンスを逃しちゃったりだとか、あとは、いや、俺は投資とかギャンブルで怖いからやらないんだよねって言いながらパチンコ行っちゃうとか、もうそういう風に、わかります？やってお金に対してやってる選択とか考えが全部矛盾しちゃうんですよね。とか、もう無駄にこう、衝動買いをしたりとか、結局損するのに、なんですかね、この、セールとかで無駄買いしちゃったりとか、そういうことをしやすいっていうのが分かってるんですね。で、今回は、まあ、そのマネースクリプトっていっぱいあります。思い込みなんで、いわゆる、お金に対する。なんで、いっぱいあるんですが、ここではマネースクリプトさっき言った通り4つに分類しておりまして、4つのタイプがあります。金銭地位っていう考え方と、金銭崇拝って考え方と、金銭忌避。忌避ですね。回避するっていう意味ですね。意味嫌うっていう、意味にへの、回避の日ですね。金銭忌避っていうのと、金銭警戒っていう、この4つのパターンがあるんですよ。人間って、この4つのパターンが、のどれかに当てはまるとか、ま、これパラメーターみたいになってて、ゲームとかポケモンとかであるさ、なんか HP とか、MP とか、なんか力とか攻撃とか回避とか、あんな感じでパラメーターになってて、どれが強いのかっていうのを見ることによって、自分がなぜお金持ちになれないのか、なんで頑張っても報われないのか、どういうところに気をつければお金で損をしないのかってことは分かりますっていう素晴らしいテストなんですね。はい。で、この4つのタイプに分けて考えていきます。で、具体的にどんなタイプなのかってことを説明していきたいと思うんですが、これどんなタイプかっていうと、まず1つ目、金銭地位ですね。これは何かっていうと、お金こそが人間の地位を表していると。うん。貧乏人は怠け者だ。金を持ってる人は偉いんだ。貧乏人は偉くないんだ。頭が悪いんだ。みたいな。そういう、お金イコール地位って思ってるっていう考え方ですね。これが金銭地位っていう考え方です。はい。いや、俺はそんな考え方持ってないよって人いると思うんですけれども、これ傾向なんだ、あくまで。だから完全に、もう、金イコール地位みたいな、利根川さんみたいなね、ね、いますよね。なんだっけ。カイジ出てくるような感じの、ね、金は命より重いみたいな人いますけど、ああいう、ところまで極端なやつじゃなくて、例えば、比較的、まあお金持ってるってことはある程度偉いよね、みたいな、まあ、そういうある程度の部分まで計測できるのが今回のテストですね。はい。金銭地位ってのが、1個目の、パラメーターです。で、2つ目のパラメーター、まあマネースクリプトが、金銭崇拝って考え方ですね。はい。これ何かっていうと、お金があれば自由になれる。もっとお金があれば幸せになれる。お金があったらいろんな可能性が手に入る。みたいな考え方ですね。はい。これが金銭崇拝傾向になります。はい。ね、で、続いてが、金銭忌避という考え方です。これはお金をもう回避するって意味ですね。回避するって意味、忌避。意味嫌う。
って、そして、回避するって意味なんですが、金銭忌避ですね。これは、金は汚いとか、人間は質素に暮らすべき、お金を稼いでいるとか、お金にその近づくってこと自体が良くない行為だ、みたいに、そのお金を稼いでとか、お金自体そんな否定するような、ですね、傾向ですね。これ、金銭忌避という傾向になります。はい。まあ、これも、お金が嫌いな人ってやっぱり世の中にはいないと思うんですが、でもほら、金持ち気に食わねえとか、お金はなんか一生懸命稼いでる、なんか、ねえ、みたいな。俺たちの人生は金じゃねえから、みたいな。そういうのも、実は軽くここに含まれます。はい。だから、そこら辺はちょっと気をつけて、考えてほしいんですが、まあ、別に、いいとか悪いとかじゃなくて、傾向として、捉えてもらいたいという感じですね。最後が、金銭警戒ですね。はい。で、金銭警戒っていうのは何かっていうと、お金を使うことを警戒する。お金を使いたいこと、使うことを恐れることを、金銭に対して警戒する。だから、金銭警戒というふうに言います。具体的に言うと、お金は使うものじゃなくて貯めるものだとか、お金は万が一のトラブルのために、備えるために、無駄に使っちゃいけないんだ。なるべくな、貯めておいた方がいいんだみたいな、使わない方がいいんだみたいな考え方。これが金銭警戒という考え方です。この4つの、方のですね、どれに皆さんが当てはまるのか、そして、どの程度当てはまったらやばいのか。例えば、今言ったみたいな金銭警戒って、お金は使える、貯めるものって考え方なんですけど、これ、まあ、なんだろう。大事な時に使えないのはバカですけど、どうでもいい時に全部使い切っちゃったら、問題ですよね。だから、金銭警戒の傾向が全くないのも問題なんですよ。当たり前ですけど、なんですけどね。ね。あとは、例えば、金銭崇拝、お金があれば自由になれるって考え方なんですが、これもですね、まあ、確かにお金があれば自由になれる。だから俺は自由になりたいから頑張ろうって言ったら、いいイメージになりますが、例えばお金がなきゃ自由になれないとか、金がなくなったらもう俺は終わりなんだ、奴隷なんだ、みたいな、そこまで言っちゃうと問題があるじゃないですか。っていうふうに、バランスがあるんですね。で、こういうのを、まあ、教えてくれるというテストなんで、結構ね、使えるわけなんです。で、まあ、詳しいですね、いわゆるこう、判断の方法とか、そういったものはですね、Dラボの方でご紹介して、で、さらに、一応ね、これマネースクリプトのシリーズでやっていこうと思ってまして、Dラボの方で全部で5回か6回ぐらいに分けて、じゃあマネースクリプトをどういう風に変えていけばいい。その次は親から受け継がれてしまうやばいマネースクリプト。だからね、一番の毒をやって、お金に対するネガティブなマネースクリプトを植え付けてくる親なんですよ。で、これなんでかというと、親元を離れても逃れられないんです。それからは。毒親とかだったら、メンタル的な問題とかだったらね、改善できるし、親がただうざいだけだったら、一人暮らしになったら自由になれるんでいいんだけど、マネースクリプトはね、気づかないと残っちゃうんですよ。だから、親が、お金に汚かったっていう人が独立して自分で仕事をするようになったのに、なんか親と同じようになんか金無駄遣いしちゃうし変な投資に騙されるってのありますけど、あれはねマネースクリプトを意識してないとそうなっちゃうんですよ。フルで見るのであれば、ぜひ皆さん上に書いてありますが、コメント欄の方から Dラボもチェックしてみてください。Dラボは知識のネットフリックスを目指しまして、人生を変えるためのいろんな心理学をですね、他にデスク解説してますんで、ぜひですね、概要欄またはですね、生放送が終わった後は、コメント欄の方から Dラボもチェックしてみてください。フルで見たい方はぜひ概要欄の方から、Dラボ、入ってみてください。損はしませんので、数千の動画がありますんで。はい。